どうも、花でございます。そして、ママです。はい、今日は2人でランチ、ね、行きたいと思いますけれども、神奈川県のもうソウルフード、神奈川といえばというところに今日は行きたいと思いますけれども、本当はあの近所の方とかいろんな方からですね、めちゃくちゃ美味しいから一度行ってみた方がいいですよと言われ続けて、今日初めて行けるというこちらでございます。ドン、元祖乳酸タンメン本舗さん、この担々麺がめちゃくちゃ美味しいらしいです、はい、美味しいよね。初めて行くんですけど、ね、なんか他にもいろんなメニューがあるらしいんで、ちょっとご紹介したいと思います、はい、行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ失礼します。失礼します。すいません、お待たせしました。じゃあちょっといろいろメニュー見ていきたいと思いますけど、まあ、担々麺、担々麺なんだけど、ちょっとあの中華の担々麺をいろいろこうアレンジして、この55年って言いましたっけ、創業、ね、55年前にできた。すごいね。ほら見てください、担々麺も辛さがほらいっぱいあるのよ。抑えめ、辛さが抑えめ、普通、中辛、大辛、めちゃ辛、めちゃめちゃ辛、めちゃめちゃ辛。ママは辛いの大好きです。めちゃめちゃ辛い。どこまで行くかですね。どこまで俺はもう普通で行きますけど、ママがどこまで行くかっていうのは、めちゃめちゃ辛食べてみたいな。めちゃめちゃ辛いきます。すいません、はい、いいですか。ちょっと強烈な辛さどうしよう。ちょっと聞いてみたらいいですね。そうだね。はい、失礼します。今日よろしくお願いします。はい、お願いします。あのこの辛さをどうしようかって悩んでるんですけど、はい、これが一番辛いですか。めちゃめちゃ辛い。その上が、この上もあるんですか。マグマっていうのがマグマありまして、しびれる辛さ、マグマ。そうですね、マグマがやばいだと思いますね。熱いよね、マグマ。そうですね、熱くはないでしょ。辛いのが好きですから、大辛か真っ辛ぐらいが美味しく食べれると思います。美味しく食べれる、はい、めちゃめちゃ辛い。美味しくない。あ、美味しいんですけど、ちょっと 辛さの方がそうですね、結構きますね。これでいこうかな。めちゃめちゃ辛い、うん、はい。そんな分かんない。大丈夫って言ったら食べたことないんだもん。よく普通で、普通で、はい。それとこの味噌餃子が美味しいって聞いたんですよ。はい、そうなんだ。そうですね、水餃子に酢味噌だれがかかっているものですね、うん。じゃあそれもください。はい、あとあのチャーハンも美味しいって聞いたんで。ありがとうございます。チャーハンも、はい。他なんかありますか。どうしよう、なんかチャーハン食べたいんだ。チャーハン食べたい。チャーハンも絶対ありましょうね。はい、うん、レバニラとか食べてみたい。レバニラ、レバニラも紹介しますか。どうしよう、あんまり紹介しない方がいいですか。いや、紹介してください。美味しいのでぜひ。じゃあレバニラも、レバニラも、トッピングとかもできるんですね。あ、そうですね。どうしましょう。トッピング何がいいんだ。チャーシュー食べたい。チャーシュー入れます。あ、チャーシュー。で、俺もチャーシューつけてください。あとは大丈夫かな。うん。あとニラとかおすすめですね。あ、ニラ。あ、じゃあ僕ニラ作ります。はい。じゃあ以上です。そんな感じですね。はい。ありがとうございます。楽しみ。楽しみだね。初めてだもん。ビールはいいの。こんな近くにてバレるっていいの。一杯だけ飲む。半分飲む。瓶ビール、瓶ビール、半分で。そうですね、瓶ビール、はい、1本。はい、混ぜタンとかもあったり。タン？混ぜる担々麺。ああ、そういうことね。うん、混ぜタン。面白い、なんか。こんな近くにこんなお店があったんだね。こんなにデカデカと怒れちゃったら、これ頼みたくなっちゃうよね。ちょっと、これは美味しそうですよ。飲みなさいっていうことだよね。ビールと飲むと美味しいって聞いたことあります。これ あ、こんな感じになってるってこと。そうです、だからまた普通の担々麺と僕らイメージした担々麺と違うらしいですよ。そうなんだね、うん、これなんだ。 ありがとうございます。失礼いたします。すいません。ありがとうございます。行きましょう。リファナワさん、はい、もう近くだからね。すいません、お手すぐそばですから。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんと目がやばい。何がどうしたの。ほんと目がやばい。なんか目が悪くなっちゃって、目が見えないんだ。ちょっとあそこのサインとかも見えなくなっちゃったの。あ、眼鏡前買ったんだけど前、メガネ前買ったんだけど、1、2年前にメガネ買ったけど、メガネを買ったんです。どうしたどうしたの。落としちゃった。
ここにぶら下げてたのよ、こうやって。落ちてたな。なくしたんです。はい、わかりました。その時よりもちょっと視力ちょっと悪くなってるかもしれない。じゃあ、この後、中にお買いに行きます。いいの？それはサブチャンネルでご紹介したいと思います。いいよ、メガネ必要でしょ。なんかなくさないでよ。俺ももう老眼が来ましたから。私も老眼と、なんか遠くがちょっと見えなくなってきた。本当だからもう、どこで、向こうも、俺はもう、この辺でやっと。私、ここだね。綺麗に見えるのは。マジでショックだわ。やばいね。ねえ、ショックだよね。もう全然、もう超ぼやけてる。超ぼやけてる。ここでやっとる。そうだよね。でもさ、あのさんまさんがさ、さんま御殿で、とこうやってするじゃん。わかる。昔はそんななかった、こうやって、次とかこうやってやるじゃん。だけど最近もこうやって、やるじゃん、さんまさんが。それかっこいいよ。さんまさんがやると何でもかっこいいんだろうって。老眼になってるさんまさんっていうのもかっこいい。あ、遠くでこう見てるさんまさんもかっこいい。こうやって。目を細めてこうやってやってるのがなんかかっこよかったりするからするわけですよ。我々芸人からすると。でもね、酒井さんとかもね、老眼鏡をここにかけておいて、うん、その時だけカチッとつけて、うん、俺もそれが必要。ぶら下げるやつ、それだと私なくさないと思う、ね、ブラックにこうやってかけてたから歩いてる時に落ちちゃったの。あ、ちゃんとかけれるやつがね。そうそう、なんかこう普通にこの服にかけたってこと。服のここにあそれはダメだね。当ててるって言うんですよ。だからちゃんとこうかけるやつを買って。そうだね。老眼だけでしょ。違う違う、どっちも。近くもそうだし、ちょっと遠くも。俺老眼だけなんだよな。だからスマホとか見るときだけこっちってつけれる。ルーペね。ルーペっていうの。小豆ルーペ。小豆ルーペか。踏んでも壊れないっていう。小豆ルーペか、かぶる。私はずきルーペじゃなくてもどっちもだから。お待たせいたしました。レバニラ炒めです。美味しい。美味しそう。すごい量だ。これがレバニラです。美味しそう。うわ、これは美味しそうです。ほな。はい。美味しそうですね。はい、美味しそう。うわ、量が多いな。もうさ、ニラもいっぱい入ってて、もやしも入ってた。レバもは結構分厚いレバが入ってる。いただきます。ほら。いただきます。どうぞ。うん。うまっ。おいしい。うん。うまっ。めちゃくちゃうまい。ご飯が欲しくなる。うん。ご飯欲しくなる。あ、ニラレバ頼んで正解。正解。めっちゃおいしい。もう、もやしシャキシャキですよ。シャキシャキ、めっちゃ美味しい、うん、やばっ。で、レバーも分厚いし、うん、うん、すんごい美味しい。すごい美味しい。うん、やばい。うん、やばいやばい。めっちゃくちゃうまい、うん、これはまた絶対来るね。うん、このニラレバ食べに来る、うん、もう、一発でハマっちゃいました。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃうまい、これマジ。味付けもやばい、濃くなく薄くなく、うん、本当にちょうどいい、うん、美味しい、めっちゃうまい、めっちゃ美味しい。うまっ。はい、すいません、関西普通のニラチャーシューですね。失礼いたします。うわ、すげえ、これが私が頼みました。関西普通のニラチャーシューです。鼻もチャーシューにした。はい、うん、うわ、美味しそう。うまっ。こちらが味噌餃子です。何これ。味噌餃子、これ味噌餃子です。何これ、水餃子みたい、ね、美味しいんだってね。うわー、これね、たまらんな。めちゃくちゃ美味しい。写真撮らせてもらいます。どうぞ。レンゲがでかっ、うん、レンゲ担々麺って書いてある。あー、そうなんだ、うん、はい、めちゃめちゃからのチャーシュートッピングですね。うわ、すごい、辛そう。すごいな、これ。これ、私食べれっかな。どうなんだろう、食べれるもんですか、これ。怖くなってきた。めちゃめちゃか。めちゃめちゃか。すごいです。
来た、チャーハンも美味しそうですね、これチャーハンです、さあ、はい、それではいただきましょう、いただきます、ちょっと待ってください。え、私から、うん、すごい、これめちゃ辛、めちゃめちゃ辛です。いや、すっごいんだけど、もうドロドロ、めちゃめちゃ辛いですね。いや、これ大丈夫かな、辛くないはずがないね、うん、これは辛い、だってもう、なかなか引っ張れない、これうわ、まあ、どうしよう、食べれっかな。そうですよ、もうスープじゃないもんね、ペーストになってるもん、もういただきます。うん、大丈夫、うまっ、え、美味しい、マジ、やばい、でもね、辛い辛い、やっぱ辛い、でも美味しい、うん、あ、よかった、辛いの好きだからね、辛い、ちょっと私はこれは普通ですね、うん、スープいただきます。もうでかいな、レンゲが、レンゲがでかい、はい、ありがとうございます、おいしょ、めちゃくちゃ美味しいわ、これはすごい濃厚だな、全然もう辛さとかは全く感じないですね、普通は、辛くない、うん、うん、もうね、麺がもちもちです。あ、うん、おいしい、うん、そしてほら、これ卵がすごくね、まろやかにしてますね、このスープを、めちゃくちゃおいしい、自家製麺なんだろうね、そうなの、うん、めちゃくちゃおいしい、うん、めっちゃ分厚くて、分厚いね、うん、本当だ、うん、うまい、チャーシュー美味しい、こんな分厚いチャーシューです、うん、うん、うまっ、うん、これチャーハンです、量がね、ボリュームがすごいわ、全部、ね、うまっ、めっちゃうまい、おいしい、うん、うまい、ね、おいしい、シンプルでおいしい、うん、シンプル、やっぱ量が多いじゃん、うん、もともと川崎発祥なんです、川崎、長野、神奈川県で、工場地帯で働いてた皆様に、うんうん、栄養をつけてもスタメンをつけてもらうところで始まったお店なんで、そうなんだ、量が多いんですよ、っていうのも、うん、ホームページに、うん、そうね、確かにね、今はこの時代だもんね、うん、で、この大人気の味噌餃子でしたっけ、なんだっけ、うん、なんか味噌餃子、味噌餃子、うん、うまっ、おいしい、めちゃくちゃうまい、うん、皮がもちもちで、うん、酸味にある味噌がめちゃくちゃ合いますね、ママ一緒ってみた、これ本当美味しいよ、うん、これレバニラが美味しすぎて、レバニラ美味しいね、うん、全部美味しい、マジでレバニラ好き、うまい、いただきます、あーん、おいしい、この酢味噌いいね、うん、濃いコク食べてるみたい、あ、確かに濃いコク、うん、濃いコクなの、酢味噌じゃん、濃いコクじゃない、濃いの洗い、濃いの洗い、濃いの洗い食べてるみたい、うまっ、めちゃくちゃ美味しい、うん、このタレ美味しいね、ね、うん、好き、キャベツに合う、辛い、ちょっとさ、この辛さを少し味わしてみて、辛っ、辛っ、辛くはない、うんうん、辛い辛い、これは辛い、うん、美味しい、でも、うん、これは元気になるわ、そうだね、ニンニクがさ、ニンニクがすごい入ってるね、このニンニクが、うん、ニンニクで、この、この唐辛子が刻んであって、こっちは卵でまろやかにしてるという、うんうん、で、まあ、ニラもトッピングしたからこれはすごいパワー、元気になるわ、臭くなるねいいよ別に、
うん、おいしい、うん、もう完食じゃないですか。そうだね、お腹いっぱい、うん、うん、最高でした。これはね、もうね、もう一度食べたくなる味です。もうやみつきになっちゃいますね、これは。はい、ということで、ダンスニュータンタンメン本舗さん、最高に美味しかったです。はい、ぜひ皆さんも来てスタミナをつけてください。はい、ということでございまして、ごちそうさまでした。美味しかった。ありがとうございます。